屋で肉うどんだと思って食べてたら下からご飯出てきた。ビエールです。はい、ということで今日はですね、 TikTok の方に来ていたコメントに対して答えていきたいと思います。一つは、自分今ホルン吹いていて去年の4月から始めたので今1年6ヶ月経っててゆっくりだったら音は出るんですけど、合奏とかになると音を外してしまってみんなに迷惑かけてしまうんですけど、どうすれば綺麗な音を外さずに出ますか。もう一つ、今年の高校1年生からホルン始めた初心者なんですけど、今日の部活で急に吹けなくなって、一昨日までは普通に音出てたのに、今日急に指は合ってるのに音が全部1個ずつ外れたり、出したい音が全然出なかったりしたんですけど、原因ってありますか。はい、というコメントだったんですけど、とりあえずですね、楽器を始めて間もない人は1年以内ですね、1年以内の人はもうとにかく先輩や先生に言われた基礎練をしっかりやるしかないという状況です。まあ、どの楽器もやっぱり自分の思った音を出せるようになるっていうのにやっぱ一番時間がかかるんですよね。で、それに近道は実はないんです。結局自分の感覚の問題になるので、頭の中の音のイメージと楽器から出てくる音のイメージをこうリンクさせて、さらに物理的にこの口周りと息の感覚を全部を合わせて1個の音になるので、その感覚を何もわからないままただ吹いて鳴るっていうものではないので、管楽器っていうのは唯一リコーダーとかは指を押さえれば鳴るんですけど、まあそれでもねピッチが下がったりしちゃうんだけど、基本的に吹奏楽器は音出ないんですよね、イメージと感覚が合ってないと。それをすり合わせるための工程が基礎練習なんです。なのでついこの間まで出たけど、まあ何日か経って出なくなったっていうのは感覚が変わってしまっている。その時は捉えられてた感覚も日が経ってしまうと分からなくなってしまっている。自分では同じように吹いてる気でいるけれども、実は違うようになっているっていうのがよくあることなんですよ。で、それを同じ感覚にするために初めのうちは毎日吹いた方が感覚が忘れないで済むんですよ。毎日吹いてもやっぱり少しずつずれるので、初心者の方で 2,3 日空いちゃうともうかなりずれちゃうと思うんで、初めのうちはなるべく毎日吹いた方がいいです。毎日吹かなきゃいけないんだって思うかもしれないんですけど、別に長い時間吹く必要はないんですよ。できればね、長く練習すればより良いですけど、30分でも1時間でも良いので、毎日同じように楽器に触れて同じことを練習するっていうことが大事です。練習する内容も毎回違うと、結局まあ自分の吹きたいことだけ吹いてる、自分のやりやすいことだけやるみたいな感じになっちゃうと、結局基準となるこのラインが自分で分かんなくなっちゃうんで、そうすると今日はこっから始めて次の日はこっから始めてとかってやると、結局じゃあそれに対してこっちだったみたいな、それに対してこっちだったみたいな感じでこうフラ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 しちゃうんですよ。で、それだと自分の確固たるここでこの音が出るっていう感覚がどうしてもつかみにくくなっちゃうんですね。だから必ず同じ練習をした方がいいです。毎日毎日本当退屈なんですけど、初めの基礎練っていうのは。でも初心者の方でもプロの方でも結局やってることは一緒なんですよ。楽器を始めたらもうその基礎練っていうのはやり続ける限り一生やり続けなきゃいけない。ある程度上手になったからやらなくていいってことはないんですよね。みんなやってることは一緒なんです。特に曲を吹くまでの間のルーティーンみたいなものはもうほぼほぼ初心者の人からプロの方までやってる内容は一緒です。ただやってる中で考えていること、意識していることがプロの方だとより繊細な問題、音の長さだったりピッチだったり音色だったりとかを考えながら練習してます。でも初心者の方は多分それを考えてる余裕はないので、まずは思った音が出せるように出すとか、決めた長さを一定に伸ばせるように練習するっていうことになります。上手くなればなるほど、あとはその工程に磨きをかけていくっていうだけなので、やることは全く一緒です。管楽器をやってみたいなって思った段階でそこはみんな通らなきゃいけない道なので、そういうもんだと思って毎日ちょっとずつやってみてください。で、
部活とかだとちょっとその学校その部活の色や、まあ、顧問の先生の意向とか講師の先生の意向があると思うのでちょっと難しい部分があるんですけど、やっぱ人に迷惑をかけちゃうっていうところ考えちゃいますよね。で、考えるのはすごくいいことだし、やっぱり音楽をやってる中で空気を読むってことは大事なんですけど、それを意識するがあまりどんどん萎縮しちゃってちっちゃくなっていくみたいな、音も小さくなってって自分自身をこうアピールすることができなくなっていってしまうと、結局楽器って上手にならないので、吹奏楽器は前にも話したような気がするんですけど、やっぱりできれば80% ぐらい自分の吹きやすい音量で吹くわけじゃなくて、ちょっと頑張ってるぐらいでいつも吹いた方がいいと思います。息は常にマックス吸ってください。常にマックス吸って、でマックス吹くと、まあさすがにうるさいし、初めのうちはなんかビャって音になっちゃったりとかして音色も悪くなっちゃうんで、マックスで吹くのは良くないけど、そこそこな音量は出してないと感覚がどん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 萎縮してってしまうので、なるべく8割ぐらい、ちょっと自分頑張ってるかなぐらいの音量で吹くように意識するといいと思います。ちょっと頑張ったぐらいで吹くと音が外れちゃうとか、まあ、みんなに迷惑かけるから嫌だなって思う人は、そこを改善するような基礎練をしっかりやるってことが大事ですね。ちょっと頑張ってるぐらいの音量で一人で吹いてる時に練習するっていう、合奏でやってる時の音量って結構実は大きいはずなんですよ。まあ小さい曲とか小さい音量のシーンだったらちょっと別なんですけど、みんなでトゥッティで吹いてる時って一人で吹いてる時よりか明らかに大きいはずなんですよ。なのでその時の感覚をちゃんと覚えておいて、一人で練習する時も一人で練習してるモードに入るわけじゃなくて、合奏の中で吹いている感覚をちゃんとイメージしながら基礎練だったり曲の練習をしたりすると、合奏に行った時に音は外れにくくなりますし、同じイメージで吹けるようになるんで大きなハプニングも起こりにくくなるので、そうすると気持ちが安定してよりいい演奏ができるようになっていくと思うので、自分でまずは事前に練習するってことが大事で、その事前の練習の時にちゃんとみんなとやってる時のイメージを持って練習するっていうのがいいと思います。っていう感じで、たまには真面目な話してみました。はい、こういうコメントだったりリクエストだったり常に受け付けてますので、もしよかったらコメントに書いてください。はい、ということで今回お送りする曲はキングヌーの三文小節という曲になります。まだねリリースされてないみたいなんですけど、12月2日3日、その辺だったと思うんですけど、その辺がリリースみたいなんですが、いつものように耳コピしてカラオケを作って演奏させてもらいました。今回はトランペットとトロンボーンとサックスになります。多分譜面もリリース後に出せるようになると思うので、楽譜ダウンロードはもうしばらくお待ちください。もしよければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ということでキングヌーの三文小節聴いてください。